キジア台風は1950年9月に発生した台風。キジア台風あるいはキジャ台風などとも呼ばれる。新ロズマリアナ諸島のサイパン島付近で形成が始まり、9月7日に台風29号となった。北西に進んだ台風は11日に室戸岬の南方 500km 付近で中心気圧945ミリバール、風速50メートルにまで成長。 震度を西北西に変えた後わずかに勢力を弱めながら13日正午に鹿児島県渋志湾の大隅半島付近より上陸した。宮崎県宮古の城市付近を通過した時には中心気圧960ミリバール、風速30メートル以上の勢力であった。その後九州地方を縦断して14日3時頃に日本海へ抜けた後、日本海を東に進んで、 北海道のまさ半島付近から最上陸。北海道を横断して、オホーツク海へと抜け15日に消失した。JN 台風の襲来からわずか10日しか経っていなかったこと、台風が通過した後も低気圧による豪雨が続いたことや1946年の昭和南海地震によって地盤が沈下したところへ、高潮を受けたことなどが重なり、各地に大きな被害をもたらした。 流出した、近代京九州から近畿にかけての17府県で、家屋の他船舶や鉄道にも暴風雨や高潮による被害が出た。死者30名、行方不明者19名、負傷者35名。家屋の全半壊、流出、破損は4836戸、家屋の浸水121924棟、田畑の冠水面積518.1ヘクタール。 広島県佐伯郡五福島町の五福島神社では9月13日、高潮によって社殿が破損。山口県岩国市では9月14日、西木川の増水によって近太橋が流出した。なお、当時は朝鮮戦争の真っただ中で、新川上陸作戦を直前にしていたが、公表されている当時の米軍資料には、艦隊が125マイルの暴風に襲われたとの記述がある。 ありがとうございます。